LME のオーディションに落ちてから今日で3日目。意外と早く昼のバイトが見つかってよかった。いらっしゃいませ。輝いた星に今元気もらった。冷たい風も心地いいね。背中を押されてく世界を番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。灰皿をお使いですか？窓をお拭きしてもよろしいでしょうか？諦めるのか？お前はもっと根性のあるやつだと思っていた。私は根性だけではどうすることもできないものをなくしてしまったの。ああ、もがみさん。ごめん、お昼ついでに私の分も頼んでいい？ツナサンド。いいですよ。お飲み物は何にしますか？いいや、よろしくね。はい。悔しいけど。根性だけでいつまでもことが運ぶと思うなよ。あいつの言う通りになってしまった、本当にもうダメなのかな。芸能界 LME みたいな変なモットーのある事務所じゃなかったら、もしかして。そうだわ、例えばこの際一舞台700円のお笑い芸人、小さなことからコツコツと。違うでしょ、芸能界に入れれば何でもいいわけじゃないのよ。思い出して、私何のために LME じゃなきゃダメだったのか。私は何？お前がタレントに、しかも LME だって。ペッカー、俺で再活むスターの輝き、眩しすぎる。お前のような魅力あふれる女、つまらねえ女なんて言って捨てた俺がバカだった。許してくれ。そうね、あいつくばって靴を舐めたら許してあげるわ。ってのがやりたいわけで。 LME に入れないのなら翔太郎への完全復讐なんかありえないのよ。なんだ。ねえあんた、京子ちゃん本当に芸能界諦めるつもりなのかね。私には吹っ切れてるように見えないんだけどね。今に吹っ切る。この声、超が CM に出てる。ハダルックスビジュアル系、みずみずしく美肌さっぱり美白、これからの UV プロテクション輝く透明感ルピナスシーラ新発売。化粧品の CM。 シャ
はい、オッケーです。あ、疲れた。ショウ、もう少しだから車から出ないの。だってずっと車の中だったんだぜ。息詰まっちまうよ。ショショウ、すぐそばにいるのに、しかも無防備全開で。でもだから言っただろ、やるだけ無駄だって。どう頑張ってもお前はつまんねえ女なんだよ。絶対気づかれるわけにいかない。1560円のお返しと、こちらが領収書になるやつ、お確かめよう。どうも。ありがとうございました。今日初めて CM 見たんですよ。もうすっごい綺麗で感動しちゃって。それはどうも。はあ、やれやれ。あの子なんか震えて立ってられないくらいだったんですよ。あれは、そんなに良かった。憎悪と怒りでかっこいい上に美しいなんて、あなたを超える男なんかこの国には存在しませんね。たとえ心にもないこと言って口が歪んでも、本音をぶちかまして正体気づかれるよりは。ショウ、そろそろ出るわよ、乗って。ありがとうございました。よし、早く行ってしまえ。ねえ、あなたも握手くらいしてもらっちゃえば。聞こえない。ねえ、モーガン。ああ、しまった。いやー、絶望的。握手いいぜ、別に。しないの、こんなチャンスめったにないんだから。さあ、もういいでしょ、行くわよ。えいえい。お気をつけて。翔太郎、さっき目あったよね。気づかないふりしてるの、それとも翔…ん？まさか私のことわからないの？ごめん、ファンの顔をいちいち覚えてないんだ。ありがとうございます。気にしない方がいいよ。そりゃあね、髪も切ったし染めたわよ。バレたくなくて声も変えたし、帽子も目深にかぶったわ。だけどねえ、ショウ、なんかさっきの女の子、どっかで会ってるような気がするんだけど。そりゃあるだろうよ。俺のファンなんて8割茶髪で、盲信陶酔型じゃん。はっきり言って、俺みんな同じに見えるんだよな、ああいうタイプ。まあ唯一他のファンと違うといや、珍しく俺のツボをついたことが言えるってとこかな。京子以外にも、ああいう気の利いたことを言える女がいるとは思わなかった。なんで私の正体を不審に思うこともしないのよ。翔太郎！あんたと別れてから私は一日たりともあんたを忘れたことなんかなかったのに。毎日毎日頭から離れないのは憎いあんたのことばかり。それなのにあんたは私に会って京子に似てるかもと思うことさえないくらい、私のことなんて今頭の片隅にも置いてないんだわ。京子ちゃん、今日はついにあれ出したね。こりゃ芸能界のことで何かあったに違いないよね。
習なんてできないくせに。目いっぱい体当たりして玉砕するのもいいだろう。それが現実で、いや、でも翔太郎ギャフンと言わせたい。君の場合、芸能人として一番必要なものが恐ろしく欠けている。私に芸能界は無理なのよ。迷宮と化している。私はこのストレスをどこへぶつけたらいいの。芸能界しかねえだろ。お前がいつまでも踏ん切りがつかないのは、自分が納得するまで芸能界にぶち当たってないからだ。大将、答えを出したいなら頭で考えるな。お前のやりたいことをやってみろ。お前が目指すところへはたった一つの道しかないのか。私、 LME にはオーディションをパスしないと入れないって決めつけてない？そうだ、決められた道にお前の通れる道がないのなら、そんな壁はぶち壊せ！シャバダシュ。おや、京子ちゃん、早速かい？はい、再チャレンジ行ってきます。泣いて帰ってきたらうちには入れねえぞ。平気、私だるまになりますから。え？倒れても倒れても起き上がってみせます。うん、行ってこい。今日で4日目か。来ないな、あの子。このままじゃせっかくの企画が。よかったじゃないですか。何を血迷ってそういう企画を立ち上げたのか知りませんが、何も好き好んであんなのを事務所に入れることはないですよ。あんなのって、蓮はどうもあの子のことが嫌いみたいだな。いえ、別に嫌いなわけじゃないですよ。気に入らないだけです。同じ意味では。しかし、温和な蓮に気に入らないと言わせるとは、ある意味すごいな。理由はあの子の動機か？よくわかりましたね。そりゃわかるよ。お前の業界への姿勢はうちの社長より厳しいからな。復讐するためよ、不破商人。あんなふざけた目的のために同じ業界を生きてほしくないですね。まあ確かに。でも待てよ、社長だけは。あの子の行動に何か奥深い意味を感じない？あの人、あんなではあるけど人を見る目は確かなんだよな。ねえ、そういうことなもんで、うちのそういうのがそちらにお邪魔した時はよろしく頼むよ。あ、じゃあまた。ふう、これでほぼ根回しはできたかな。あとは彼女が来るのを待つだけだ。ついに来てしまった。きっと第一関門は。アポイントはおとりですか？と、お決まりの対応で取り合ってはくれないだろう、フロントお姉さんズ。そうと分かってて、バカ正直にフロントへ向かうほど私だってバカじゃないわ。確か前に鶴が蓮がひょっこり出てきたあの通路、きっとあれは顔パスのスター芸能人が出入りする道。そこから堂々と一気に社長さん、もしくはサワラさんのところへ突入よ。すみません、この人。悪いと思うならボサッとしてないで手ぐらい貸しなさいよ。大物女優神尾キミコさん、うわ怖そう。本当に私の不注意ですみませんでした。ふん、あんた見かけない顔ね、新人。はい、いずれは
LME のタレントになるんだからいいよね。だったらこっちへ入ってこないの。新人のうちは正面から出入りするようにマネージャーから聞いて。もしかしてあんた、あれ？例の新しくできたっていうセクションの新人？あ？レン、お待たせ。神尾さん来たって。お、やれやれ、やっとお出ましか。大物女優ともなると遅刻も特権だな。ソーラさん、それ神尾さんの目の前で言ってみたらどうです？あとあと面倒だから嫌だね。サワラの神にたたりなし。あの人を怒らせた人間はずっといびられるって話だぜ。ええ、そりゃすごい。あら、鶴賀くん。ほら、来たよ。ごめんなさいね、お待たせしちゃって。渋滞で動けなくて大変だったのよ。そうですか。では次からはお化粧する時間を移動に費やせば間に合いますね。他の出演者の方もお待ちかねですよ。急ぎましょう。そうね。そういえばお荷物は何もないんですか？ああ、荷物ならあそこに。なんでいきなり私があの人の荷物運ばされるの？もがみくん？サワラさん、サワラさん、私やっぱり芸能界を諦めきれなくて。うん、そうだろう。君ならそう言って帰ってくると思っていたよ。じっとしていられなかったんです。翔太郎を客に飛ばさないことには。このままじゃ死んでも死にきれません。うん、そう、その強い情熱が欲しかったんだよ。その調子。お願いします、サワラさん。私にできることなら何でもします。桜だろうと月人だろうと影武者だろうと、料理掃除洗濯得意だから事務所キーパーだってやってみせます。うん、その熱意で早速例の企画の仕事をしてるわけだね。よし、じゃあまず手慣らしに今やってる仕事を全うしなさい。え？何、大丈夫。要は心を込めて仕事をすればポイントくれるから。ポイントって何？ちょっと荷物早く運んでよ。減点するわよ。ああ、さ、早く。ああ、減点って何？重そうだね。少し持とうか。え？あの普通持つだろ、こういう場合。男だったら。すみません。どういたしまして。なんか意外。この人、こんな優しいとこもあったんだ。何？彼女が来たって？そうか、ついに。何をしてるんだ、この人は。よし、いよいよニューセクションが発動する時が来たぞ。その名も、ラグビー部？違う、ラーブ、ラブミーブ。なーに、その恥ずかしいネーミング。ちょっと聞いた、ラブミーブですってよ、ラブミーブ。私を愛せ、いえ、私を愛してって意味よね。一体何するのよ、バカみたい。人に愛されるために活動する部だ。その部に入った人間は常に他人に愛されるような心のこもった仕事をしなければならない。やっぱりそうよ、私を愛してよ、ラブミーブ、ポカマルらしい。なんだか面白そうですね。その新しいセクション、一体どなたが入るんでしょう？だから今、君がやっているのがラブミーブ員の仕事だよ。え？ラブミーブはあっさりと切り捨てるには惜しい素材だが、重要なものが欠けている。そういう人材の欠けている部分を育ててやるために社長が作ったありがたいセクションだ。で、そのラブミーブの第一号生に選ばれたのが君だよ。ラブミーブ員。 Please love me。 さあ皆さんご一緒に。 Please love me。そうそう、ラブミーブで優れた成績を残すと事務所が全面的にプロデュース、メジャーデビューさせてもらえるらしいんだけど。いい成績ってどうや
だから心のこもった仕事をするんだよ。君に仕事を頼んだ人に対してどうしたらその人に喜んでもらえるか、常にその人の気持ちを第一に考えた仕事をこなす。すると君に好意を持ってこういうポイントスタンプを押してくれるってシステムだ。ってことは、つまりそのポイントスタンプをたくさんもらえればデビューできる。うわー、ちょっとあんた何してんだよ。私の大事な荷物放り出して。え、あ、その上何、鈴鹿くんに荷物持たせるってどういうこと。え、あ、おー、最低。もうあんたには頼まないわ。鈴鹿くん行きましょう。そんな、だって荷物は自業自得。自分で受けた仕事は自分で責任持ってやらないからだよ。ああいう時はどんなに甘い言葉で手を差し伸べられてもちゃんと断らないと。ま、これからはこれ以上ペナルティが増えないように心して頑張るんだね。この人絶対私のこと嫌いなんだ。もう誰にも心を許すもんか。僕が何千回泣いてもきっともう一回乗り越える。不器用なふりして逃げちゃダメだろ、そんなことくらいわかるだろ。今が最終回、最後のチャンス。失敗したって怖くない。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。